はい、こんにちは。テレビ改革、日本改革党豊島区議会議員、靴沢亮次でございます。有事様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。抗がん剤打って、1週間なんですけれども、腹痛はほぼやみました。ね、かったるさが残ってるんですけれども、まあ、だるいというのもですね、頭にのりくっつけて、これこの通り、セットできるぐらいには回復いたしました。だるくてしょうがない時は頭にのりくっつけてやって、その後シャンプーで落としてっていうのが、そういう気力がなくてボッサボサで取ったりもしておりましたけれども、あとですね、抗がん剤の影響で点滴を注入した右手に穴が開きそうです。だから左腕はすでに穴が開きそうだったんですけれども、この辺ね、ピント合わねえな、この辺ですか、穴開いてんですけど、右手もちょっとこんな血管ビーって赤くなってるの分かりますでしょうか。穴開きそうであります。まあね、抗がん剤って細胞分裂を、抑えちゃう薬で、まあ、細胞が痛むんですよ。血管も痛んじゃってですね、で今右手が痛くて痛くてしょうがない。痛ぇー、ちくしょう、こういう痛みにも鎮痛剤飲んでいいのかなってちょっと思ったりもしておりますけれども、ツイッターでですね、参院選の公約案をご披露したんですけれども、一つだけですね、皇室近衛軍には賛否が分かれておりました。まあそれには賛成できないみたいな声がありました。それにだけ、皆さん知らないんですよ、イタリアとギリシャだったっけな、国民投票で王室が廃止されて王様じゃなくなっちゃった国があるとかですね、あとはまあ暴力で王室打倒したフランスって国ありますよね。ロシアもそうか。あとですね、まあ日本の皇室だけ、天皇陛下だけ、そういう目に合わないって誰が保証できるんだっていう話。ですんでね、戦前は帝国軍元帥は天皇陛下でした。まあ総指揮官ってことですね。戦後は総理大臣に、それなっちゃってですね、皇室は一切のなんつうのかな、暴力に対抗する手段がないんですよ。これまずくないか、何者かがクーデターやらですね、あとはまた民主党政権もっと凶悪なのできちゃって、皇室廃止だなんて言い出して、で国民投票とか一切せずに閣議決定なんてやっちゃって、それでいいのかっていう話、で国民がそれはいけないっつって止めるまでの間、時間稼ぎする力を皇室が独自に持ってないとやばくないか。戦前はですね、天皇は絶対不可侵にして犯すべからずっていう憲法ありました。あとは軍の総指揮官が天皇陛下でありました。だからいいんですよ。で今はね、丸裸で、なんか国民の総意の上になんつって一文だけで決められちゃって、危ねえ、暴力、特に暴力に対して無防備すぎる。皇宮警察なんつうのはありますけれども、所詮は警察であります。クーデター軍とか押し寄せてね、あとはね、各地で放棄した人民軍、今潜んでんでしょう、何万人も日本国内に人民軍兵士、中華屋で鍋食ってカモフラージュしてっけど、坊主頭で首太いやつ、大体人民軍ですからね、人民兵士ですからね、そいつらが結集して皇居に押し寄せたらどうすんだって話ですんでね、自衛隊の総指揮官を天皇陛下に戻すか、皇室独自の独立した皇室以外の命令は一切受け付けない、
総理大臣の命令も拒否できる、自衛隊の統合幕僚長の命令も拒否できる、そういう権限を持って皇室を死守する皇室の近衛軍、まあ金軍ですか、薩摩隼人なんて何百年も前は役職ありましたね、そういうのがないと困るっていうのは皆さんご存知ない、私も村田春樹先生の講演聞くまではそっかそんな国民投票で廃止してるあれがあんのか国がいっぱいあんのかなんて驚きました。で前民主党政権なんか誕生しちゃったようにですね、いついかなる時に日本人が集団発狂、あの時はリーマンショックのあまりの不景気に皆さん集団発狂しちゃったんですけれども、しちゃうかわからない、ないとは言えない、絶対はないですよね、ありえないなんて軽はずみにありえなくはないって言えば絶対ありえなくはないって言えば絶対って言うけど、絶対ありえないなんてのはないですよね、ですんで皇室近衛軍創設っていうのは私のそういうわけで持論であります。まあ賛否ある方、まあ軍なんて聞くとね途端にねそれはちょっとなんて腰引ける方多いんですけれども、今丸裸の中なんだから皇室は暴力に対して皇室は今丸裸なんですから、皇宮警察なんて言ったらね何40代警視正がさ、その指揮官がさハニトラかかっちゃって皇居の中その女案内して処分受けてましたよね、脆い危ない、所詮警察、警察は軍とは違う、なので丸裸に近いので心配でならないっていう話であります。武蔵野市外国人住民投票条例案が市議会本会議で否決、朝日新聞その日のうちに口答え、これ脊髄反射で口答えの実例ですね見事な実例である、否決されて数時間で記事出しやがった、その内容は日本は閉鎖的な国だという印象を海外に与える恐れがあるであるとか、居住1ヶ月で投票権をもらえるニューヨークがーであるとか、投票資格の在留期間を延長してでも修正案を再提出しろであるとかの内容でありました。ネットの反応です。悔しいのを言うと思った、答え合わせ完了、朝日の逆か正解、閉鎖的で結構、何が悪い、他国を見習ったから否決したんだぞ、卑怯な手段がうまくいかなくてどんな気持ち、恐れ、それ被害妄想だわ、日本のことなら朝日に心配してもらわんでええよんというような意見ありました。海外ではそんなものはもう聞かない、そうだ日本見習え、世界中は日本を見習え、海外がどうあろうと知ったことが、むしろ世界は日本を見習えという意見がありました。否決されてから何時間も経たないうちに口答えの記事出しちゃってよっぽど悔しかったのか、あらかじめですね援護射撃用の記事を用意しててそれちょっと手直ししてすぐ出したのか、まあ朝日が賛成、条例案に賛成でおすすめで推薦で悔しがってるってことは否決が大正解なんですわ、はっきり言って朝日の逆がですね帝国の行く道なんですわ、ニューヨークガーってによそはよそ、うじはうじ、親に言われたことねえのがこの記者は、全然しつけがなってる、左翼は甘えですよ、これも私の持論ですけど左翼は甘え、未熟精神的に、ふざけたことを甘ったれたことをほざいてんじゃねえよ、よそはよそだ、中国北朝鮮なんか東洋系そのものねえじゃねえかよ母国のよ、なんで日本に来た中国人北朝鮮系のやつ母国でも持ってない東洋系をなんで日本が与えなくちゃなの、おかしいだろ、朝日は左翼っていうよりかですね工作員が副業で記事も書いてるってレベルなんですけどね、未来のスパイ防止法で消滅する組織間違いなしだと思います。朝日の逆が正解ですよ、朝日が悔しがってんだったら
それが正解だし、朝日が喜んでって言ったら、こっち側のあの落ち度だし、失敗したし、なんかね、あのやられちゃった、今後はですね、全国の自治体で似たような条例案提出しにくくなるので、ますます悔しがってんのかな。似たような条例案、あのどっかで別な場所で出されても、すぐに察知してすぐに我々で叩き潰しましょうね。叩き潰しましょうね。もうあの相手が諦めて、出すの諦めるぐらいね。産経新聞の無慈悲報道、立憲支持者を分析した結果、59歳以下が 32.3%、 まあ3分の1ですね。59歳以下、60代が 16.6%、 70代が 51.1% だった。ということは過半数が70歳以上ってことなのか。ネットの反応です。学生運動で火炎瓶投げてた人ら、反対性かっけーみたいなのが染みついてんだろうな。これはあんまテレビの影響だよね。ワイドショーをかじりついて見てる人らかな。若い世代が選挙に行けば政権取れるって言ってなかった20代立憲支持者をリアルで見たことがない。若者のふりしてあちこちで書き込みしてんだもん、気持ち悪。労働者が立憲を支持する理由は皆無。これはあの現役労働者っていう意味ですね。立憲を支持しても、立憲を支持しても給料上がっていかないし、むしろ下がっていくし、まあこいつらですよ、こいつら。今でも立憲のまあメインの連中なんですけど、こいつらはあの民主党にいた連中をピックアップしてあります。立憲党はまあ民主党だ、イコール民主党だ。もっと前は社会党だ。その頃から社会党を支持してた人がずっと何十年も立憲支持してんだろうな。60代が 16.6%、 70代が 51.1%、 明白に視力は70代ですね。無慈悲だな。なんか産経の報道、無慈悲だな。こうなるとですね、年代別の共産党支持者も知りたいところなんですけど、まあ似たような数字か、多分もっと高齢化してるんでしょうね。60代前半は、まあ、60代が 16.6% で、あの少ないっていうか、まああの数にしてみればそのぐらいかっていうような、多いなーって感じじゃないから。60代前半はですね、30代で携帯とネットが普及し始めたんで、分かってる人多いんでしょう。もちろんですね、あの年齢かかわらず、70代でも80代でも分かってる人は分かってるんですけどね。これ分かってるっていうのは、テレビは嘘ばっかりで、中国とあの北朝鮮と韓国の手先で、立憲とあの共産は同じく外国の手先で、日本を転覆している、しようとしている連中でっていうことが分かってる、人ですね。私も利用したテレ放題、11時になったら、すぐネット接続してですね、ISDL なんていうのも使いました。ISDL から私はすぐに ADSL に切り替えてしまうハイカラなボーイでした。うわー、繋がるときですね、フィーヨラヨラヨラという音を聞いた方も多いんではないでしょうか。今では考えられないですけどね。11時になったらみんな一斉に繋ぐんで、混んでなかなか繋がんねえこと、一発で繋がったときは、おお今日は珍しいな。ネットはですね、パソコン通信って呼んでおりました。チャットはですね、電子会議室って呼んでおりました。まあ遠い目しちゃいますね。この立憲支持者過半数を占める70代は、資料を重ねて立憲を支持するに至ったのではなくですね、若い頃受けた洗脳が解けなかった被害者、もしくはあのテレビしか見てない人、洗脳が薄まるどころか、毎日ワイドショーを見て洗脳の重ね掛けを しております。まああのしかし時間は帝国の味方ですけどね。安倍総理のキャッチのですね、戦後レジウム脱却が勝手に進んで、いってるようで、喜ばしいことであります。しかし衝撃的ですね、立憲支持者の半分以上が70歳以上と。
衝撃だな。これなんぼなんでも若い人に支持されなさすぎでは、若い人に全く一切魅力がないっていう立憲党ですね。これやばいな。あの消滅も時間の問題だな。豊島区にもですね、新人のあの立憲議員2名ほどおりますけれども、例えばですけどね、あの来年の参院選あたり新たに立憲に入党しましたっつって参院選出るような人、先見る目が全然ないって思いません？そんな長く持たないですけどね。そこはあの入ってまあ当選できてもさあ、なんて思いますけれどもね。まあそういう人もネット全然見てねえでワイドショーばっか見れる人なのかな、思ったりなんかしてね、まあ勝手にあの滅びてくれたらそれに越したことはありません。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン右腕がいて